こんにちは、クリッカートミーです。新型トヨタスープラの新たな開発車両をブダペストでカメラが捉えました。同時にこれまでには見られなかったレーシーなコックピットも撮影できました。目撃した謎の開発車両はトヨタが公開しているプロトタイプに似ています。しかし OMP ホイールを装着しカーボンファイバードアパネルを持っています。またボディには A90 ではなく A110 のナンバーが貼られています。さらにロールケージも見られ、高性能モデルの可能性が高いようです。先日ガズーレーシングチーフエンジニアでありスープラ新型の開発責任者多田哲也氏が語った軽量モデルのハードコアレーサーまたは GR の開発車両と予想されます。激写したコックピットにはこれまで撮影に成功した市販型ベースモデルとは異なり、アルカンターラ製ステアリングホイールレーシングカー仕様が見て取れます。スープラのパワーユニットにはデュアルクラッチトランスミッションと組み合わされる2バージョンの2リットル直列4気筒エンジン、トップモデルには3リットル直列6気筒オーバーブースト付きターボエンジンのラインアップが予想されています。最高出力は下から200馬力、250馬力、直列モデルは300馬力を超えると明かされています。またハイパフォーマンスモデル GR に搭載される3リットル直列6気筒エンジンは最高出力400馬力以上となることが噂されており、今回捉えたプロトタイプがその可能性もあります。ベースモデルの新型スープラはすでにオンライン先行予約がイギリスで開始され300台が完売。市販型のワールドプレミアは2019年1月のデトロイトモーターショーが有力です。